よいしょよいしょよいしょ、しぽじでーす。快晴に快晴、はい、大晴れの土曜日でございます。さあ一週間お疲れ様でーす。明日明後日休みの人たちやったねー、はい、シュプオジです。はい、お願いします。さあ、土曜日ですね。土曜といえば、シュプオジ&シュプ。シュプリーム。2023SS。ウィーク17。ちょっと待ってください。吟じるつもりなかったんですよ。最初はあの、ネトリのサンクチュアリ見てたから、呼び出し、名前呼ぶ、にーしーの感じで言ったら、なんかその、いいから、どんどん、銀じますの方に、すみません、行ってしまいました。ウィーク17ですよ、もう、はい。もう終わりますよ。今週も言わせていただきます。もう終わりますよ。うん、あと、2週、3週としかないんじゃない？はい、ということで、今週何行くんじゃせー。こちら、バーン！はい！ストリートブランド、ハーディーズコラボ！よいしょー！ハーディーズなんぞそれ！おじさんもね、なんだこれ？とかね、思ってたんですけど、これはね、スケーター、シュプリームでもね、ライダーでもあり、まあ、プロスケーターでもあり、映画にも出てますね。ナケル・スミスと、タイショーン・ジョーンズ。うん、この二人によるスケートブランド、スケーターブランド、ウェアブランド、ハーディーズとのコラボコレクションということで、やっぱあっちのねスケーターもねやっぱブランドやったりしますからね、シュプリームを支えたと言っても過言ではない、支えてると言っても過言ではない、ナケル・スミスと、タイショーン。ナケルはもういないのかわかんないけども、最近はよシュプリームのルックとかでも見ないけども、いや、ミッドナイティーズの演技最高でしたから、マジ役者としてもねガンガン行ってほしいなとは思うんですけども、はい、そのウェアブランドハーディーズっていうのがあったみたいですね。おじさんこれ知らなんだ。これを機にねインスタのね、公式サイト行ってね、もちろんフォローしてね、アイテムちょっと見たんですけどね、可愛いんじゃのー。いや、このタイショーンとナケルって2人のねこのなんかデザインとかがねいいんじゃないかなということで、そこのコラボが出ると、おーです。ニューヨークのね、ある公園でもシュプリームとも大規模なスケートイベントね、開催されたりとか、なんだ、やたら力入れてんなと思ったら、そういうことかっていう、この二人のブランドだったんだっていうね、ことでね、いや、おじさんもね、ちょっとね、2ヶ月前だったらね、ニューヨークいたんでね、このイベント参加したんで、いや、結構前だな、もうもう2ヶ月経つか、完全なニューヨークロスなんですけどもね、いや、大将がこうね、こう、デッキをこうね、プレゼントこう投げてね、もう、頭に角が当たってね、気絶してもよかったから、飛びつきたかったですね、おじさんもね、現地にいたらね、なんだな、おっさんみたいな。スケーターでもないおっさんが取ったぞ、デッキみたいな。ね、そんなイベントありまして、まあ、アイテム、バスケットボールジャージーショーツ、T シャツ2種、デッキ、あとは、デッキ構築セット、おこたてと出ますね。へー、なるほどという。まあ、一発目コラボだなという感じのアイテム揃いです。まあ、夏なんでね、T シャツということで。これどっちも可愛いじゃんというね。背面ブルドッグちゃんと、前にこのハーディーズの、多分、アイコンとでも言うんでしょうかね。なんか、この握り拳のボルト。はい、あとおこうだでね、父親たちの成長期よろしく、なんかこう、女性が、このボルトハンドをこう、持ち上げてる、ボルトの先にこう、おこうを握ってるってね、これね。下のこう、灰が落ちるプレートからのおこうの位置高すぎるだろ、これ。ちょっと風吹いたらなんかバラバラって散らかっちゃいそうですけどね。こんなんが出たりしますねー。コラボはこれということで。なるほど、いいじゃないっていうね。可愛いんですよ、どれも、かしこもね。はい。あと、レギュラーこちら、パチーン。レギュラーパチン。はい。
もうね、バリエーションも少なくなってきますね。もうやっぱウィークも最後の方なんで、まだドロップしてないアイテムもどんどん少なくなってきますから、1週間に出るね、アイテムの量もちょっと少なくなってきてます。もうこれはもう、その、シーズンのね、終わりをちょっとね、感じますけどもね。まあ、ライトウェイトジャケットとか、アルファベットのシルク、半袖解禁シャツとか、ニューエラとか、あとはこれかな、コールマンのグリル。これいいっすよね。カバンついて、しかも結構大きさもちょうどいいんでね、もし庭とかある人いたら一人キャンプとか一人バーベキューなんかできたりとか、まあ一家族で肉焼くにはちょうどいいぐらいのサイズの、これちょっと気になるなっていうのね。コールマンのグリル。で、レギュラーもさることながらなんですけど、なぜかこう、スポットでこう、バーンズ来たんだよね。今季2個目、2回目、2、3週前に出たばっかなんですけど、バーンズが来て、こちらなんですけどね、バーンズスピードっていう、方なんですけど、初めて見たよね、これね。知らなかったですよ、このバーンズスピードなんて。で、これなんと店舗限定なんですよね。どぼちてどぼちて、店舗展開なんすよ。なぜかね、ちょっと可愛い、なんかちょっとなんていうんすか、なんかこの青のやつとかね、なんかぬいぐるみみたいなふんわり感ありませんか、形というかね、こんなんが出るとはいはいはいということでねっていう感じです。今週は、はい、さっくり行きましょうよ、もう。なんで、どんな風に完売していくのか、おじさん、それゆっくり見ちゃっ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 ちゃ、言いたい、何のアイテム買うのだ、ジョー。ミモニーですけど、なんか急に頭に浮かびましたけど、急に降りてきましたけど、懐かしいですけども、はい、おじさん何買うのってじゃんけんぴょん。はい、ということで、ハーディーズの T 行くぞい。やっぱブルドックのね、この T 行こうかな。やっぱリークの時点でね、出ててね、やっぱこの背面デザインええやんか。赤いブルドックちゃん、はい、にハーディーズシュプリームとで、ちょっといかつめのロゴバンバンと入ってね、これがね、な、カラバリがね、白、黒、紫、緑と出んのよ。で、ボディの色的には、ボディの色的には、変なイントネーション的には、この紫、こう紫いいなと思うんですよね。このちょっとウォッシュドパープル的な、ちょっとね、がっつり原色じゃない紫いいじゃないと思うんです。でこのブルドックの色がね、ブルドック、普通のブルドックの色なのよ。このね、赤ブルの色がね、いいじゃないと思うんですよね。だからこの紫でブルドックの色赤だったらもう完璧これ言ってたんですけど、なんで今ね、黒赤ブルか、紫茶ブルか、迷っちょる。はたまた緑赤ブルも、迷っちょる。はい。緑赤ブルの場合、ロゴはね、黒だったらよかったんすよ。とかね、ちょっと迷いまくってるんですけど、どうしようかなっていうね。あ、緑赤ブルも迷っちょるんすよ、この3発。白はないんですけど、自分の中で。おじさんの中では白はちょっと外してるんですけど、いやー、これちょっとギリまで悩ませてちょうだい。ということで、行っちゃいましょう。今日は T シャツパン狙いますから、はい。おじさん10時50分ジャンピンピョンジャンピンピョンジャンピンピョンジャンピョンピョン、はい、10時50分ピョンピョン、はい、行きましょう。では、そうですね、現地のしげるくんによると、店舗はまあ、100何人とか、そんな多くないっすね。やっぱ店舗限定バンズとかあるからね、集まるかなと思ったんですけど、そこまでですね、売れ行き気になるっすけどね、まあ100足もないと思うんですけど、まあ全員買うかわからず。はい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 、ということで、おじさんね、難しいですけども、紫行くわ。紫。もう黒 T 持ちすぎててね。正直。はい、59分。僕はスタート。紫行くよ。黒
黒子についてる。緑とも思ったんですけど、ちょっと緑、なんかあんま似合わなそうかなっていうんで感じしたんでね。紫グッスで、T シャツのカテゴリーないんですよね。で、どんくらいのこんな感じなのか今日はね。はい。ハーディーズ初コラボ、記念すべき初コラボでございますから、いいですね。こういうなんか新しいブランドとのコラボ、ワクワクしますね。最初あのボルトのね感じね、なんか車の解体業者とか、なんかそういうなんかカーショップなのかなと思ったんですけどね。違いました。はい。なんだその話は。来るよ。来るよ。 T シャツ、 T シャツのカテゴリーがないんでね、どっかに出るんですから、それをこうね、目で、お、はい、じじじ、来るよ。さあ、どの辺に来た？あ、来た。はい。もう、紫が一本目にあるで。ラージ。いや、これ、今回、XL 行きまーす。XL ちゃん行きます。はい、余裕で出てきた。はい。チェックマーク、はい、ドン。はい。すごいスムーズだよ。ぐるぐる、あれ？なんで？あ、ちょっと待って、購入確定ボタン押してからぐるぐる出てるんだけど。あれ？購入確定ボタン押したよね、今。戻された。なんだ？あれ、ぐるぐるの仕様変わりましたか？あ、なんでまた？今押したよ、おじさん。どうした、今の。はい。変えた。なんや、それ。どういうこっちゃねん。何やってんの？はぁ、あ、変えた。変えるよ、そりゃ。なんで今の？びっくりした。意味がわからないですけどね。急に。なんださ？はい。まあそうね。まあ、そりゃそうですよ。今日はね。紫買ったりました。はい、ということで。もうね、サクッと見ていっちゃうもんね。はい、ライトウェア。はい、ある。とは言ってもね、これね、カートにしてからが、進んでるかわかんないですから、もしかしたら、交代庫は見えていても、もうカートにして買おうとしても、買えない可能性ありますから、はい。これ白。あ、売りが早っ！あ、やっぱみんなね、あ、これ刺繍やったんや。白早っ！いや、これ可愛いもんね。これ確かにそうよ。これ確かにそうなのよ。可愛いのよ、これ。で、ちょっとシルク混じってるから、肌触りもええでしょ？黒とこのオリーバー残ってるね。いや、圧倒的白がいいもんだって。なるほど、26,400円。早い！一瞬だ、数も少なかったんちゃうか、これ。はい。で、このハーディーズの、あ！これなんかこのキラキラついてたんね。アルファエットのとこに。あ、そうだったんだ。で、このハーディーズのこの、ボルトハンドのモチーフがね、森のようにこう、うっそうと生えてるっていう、そういうデザインですけどもね。はい。これでしょ。え、この T 良くない？これ。これやん。これいいなぁ。 SS トップ。これいいなぁ。かわいい。普通にシンプルだし。しかも袖んとこがメッシュっていう。ラグラン。これいいな。白黒いいな。ネイビーもいいな、これ。はい、ボルトチャンティ。ここもかわいいですけどね。真ん中に縦のこのグラフィックがポッタやってて可愛いんですよ、これも。なんか顔も手で横にも手入っててね、怖いんですけどね。はい、このピーチですね、色で言うと。在庫は大いにある。サマーティーも来ますからね。あ、ありがとう。紫最初に、あ、緑もリゲータ。そうですか。あ、黒も少ない。あ、あれ、あ、緑、紫、売り切れ出てるよ。自分が買ったの売り切れちゃったら嬉しい、ぴょーん。
人間の基本機能ですから、これ。はい。うん。パンツ、ショーツ、これはありますね。なるほど。で、キャップ、ニューエラ。これ、どうだ？あ！持ってる。これ可愛いですけどね。これ。あ、でもサイズ1個しかない。いや、あ、売れた！あ、ピーチがない。あ、パープルもいいやん。これね、だからツバンとこ曲げてね、あの、着が出てましたけど、可愛かったっすね。スーツスタイルっていうか、その、タイスタイルにね、ニューエラーみたいな、あの、UK ファッションっぽくていいですよね。で、おこうたって、あ、意外に残ってる。これね。これだから、円錐のおこう、円錐タイプのおこうで、この手から、手の隙間から煙もくもくって出るタイプだと楽しかったな。おこうたてね、やっぱ、一個あったらいらないですからね。他に。家に一個あれば、何個も何個もいらないですからね。コールマンどうだ？これ売り切れ。ない、売り切れない。あ、そう。これ結構買われるんじゃないかな。お値段もね、結構いい感じでね。残ってるね。グリル。これすぐ売り切れちゃうかなと思ったんですけど。はい。マイクログリルって感じですかね。で、ドッグボール。あ、売り切れた。ああ。いや、これ鉄の可愛いよ、これ。てか、普通にインテリアとしてもいいもんね、これね。7700円。なるほど。まあ、店舗行けば買えるか。この辺は。まあ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 。で、デッキっすね。この、ラッパーがつけてるドイカチアクセサリー風の、このキラキラ、ちりばめタイプのこのねボルトハンドが、はい、あって、このまたキラキラのシプリボックスロゴがあってってね、可愛いっすね、これね、これいいっすよね。これをねプレゼントで配ったんよ、大将がぶん投げてさ、欲しかった。はい、あ、黒も売り切れた。あと白だけ、白は結構ある。黒紫緑、ああ、やっぱこの T 売り切れるか。はい。こっちボルトくんは残ってるけどね。このブルちゃん売り切れました。はい、変えたっていうことでよかったですね。サク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 っとだ。今日もサクっとも本当に。うん。こんな感じでした。で、これね、バンズの売れ行きどうなんさっていうことなのよ。はい。店舗どうなんだろう、数とかもよくわかんないけども。まあ、それ目的で行った人もいたでしょうな。今日いたでしょうな。ということで、以上シュプリームのもうね、ウィークの最後の方になるとこんな感じです。もうサクッとサクッと、サクッと見てサクッと買っていこうっていう感じですよね。あと2、3週で終わりますよ。17ですから。今日ウィーク17だよね。うん。ウィーク17ですね。はい。18、19、まあ、まだ6月でしょ？ 7 月頭には終わってく感じだすね。サマーティーがだから来週あたり来るかな。で、ナイキダンクローがね、一応ウィーク最終週に出るんじゃないかってもうほぼ確定みたいな感じで噂されてましたけども、FW に延期という噂もありますね。まあまあまあいいんですけどね、延期してもらっても全然全然。急いじゃねえよっていう感じですよね。でまたさらにね、ナイキ SB とのコラボがね、ちょっとリークが浮上してますから、また SB っていうね、とこあるんですけどね。シュプリーム SS どんな感じで終わるのか、はい。最後またなんかちょっと驚きコラボ、あと3週あるんでね、ちょっと一発かましてほしいなっていうね、ちょっとサプライズ欲しいな、ダンクローか何か。わかりませんけども、欲しいなっていうとこはちょっとありますけども。はい、残りちょっと楽しんでいこうぜということで、今回シュポジでございました。朝からご苦労様でーす。土日はみんなどうするの？おじさん、今日は酸っぱいダーマン見に行きます。梅干し食べて酸っぱいダーマン、見に行くよ。お疲れしたー。なんで触らないでもらっていいですか？